おはようございます。速稼塾の久保です。今日は6月1日になりました。皆さんカレンダーをめくってくださいね。ついついカレンダーめくるのを忘れて、なんか3日とか4日になってね、なんか5月のカレンダー未だに見ているみたいなことがねあると思います。まあ私もその一人なんですけども、先ほどカレンダーをねペリペリペリと家中のカレンダーめくってまいりました。で、6月1日になったら月が変わるもんですから、相場解説をするときにも月に1回しか見れないね、そういったカレンダーを見ることになります。それがですね、月足なんですよ。で、今回は火曜日なんですけども、まあ、週足の方も合わせて見ていきたいと思いますので、月足、週足、デイリー4時間、1時間と5つのシートを見ることになります。では早速切り替えていきますので、こちらの方をご覧ください。はい、現在ご覧いただいているのが月足なんですけども、これね、ローソク足1本が1ヶ月なんで、そうですね、多分ね、4センチぐらいで1年なんですよ。まあ、そうなると、ここだけでね、まあ、5年ぐらいを表してるんじゃないかなと思います。まあ、目分量なんですけどね。5年というと、私が、この、なんですかね、FX を始めた時ぐらいなんですよね。確かに私が FX を始めた時って、118円とかね、120円とか、あの辺をうろうろしたような気がするんで、大体この辺じゃないかなと思い出すんです。それからしばらくして引いた線がこれです。赤い線ね。で、もう一本の赤い線はこういうふうに引きました。そうすると、私が FX をやってる時にこういうふうにガンガンとね、上下しながら収束に向かってるなーって感じで見てたんですよ。で、これが収束を終えるとブレイクするのではないかなと思ったんですけども、まあ、いまいちブレイクせずにですね、なんかまたこのレンズの反対がここですね、ここに戻っていったって感じになります。まあ大筋ではね、この大きなボラティリティがどんどん収束しているっていうふうに捉えられるんで、これからはね、急激な円高とか急激な円安に向かうことはないと思うんですが、まあでもね、振り返ってみると、この辺りっていわゆる政権も違う民主党時代2011年ぐらいなんですよね。まあですんで、10年ぐらいをこの1枚が表してるってことになります。ここからね、アベノミクス政権交代してドーンとこの辺まで行ったわけなんですよね。そこから安倍政権が8年ぐらい続いて、今菅政権に代わって、安倍政権の、まあ、最後のねまとめに入っているところだと思いますけども、徐々にね、株価っていうのは、株価じゃないわ、ドル円指数っていうのはこう落ちてきて、収束しているところは収束してるんだろうなと思います。現在の水準はこの辺りかなっていうところで、まあ、如実に、まあ、世界経済ですとか国際関係、政治問題を表しているとも言えなくもないかなというところでございます。まあただこういうふうに振り返ってみると、大きな観点では政治、それから国際を反映していると言われますけども、ただまあ正確には反映しているわけではないんですよね。そうなるとやっぱりファンダメンタルよりもこのテクニカルの方が FX は生きているなというふうに思います。それが株との大きな違いかなと思いますよね。さあ、それでね、このぐらいしかマンスリーでは言うことがなくて、一方的なトレンドを書いてるとき、ここみたいなときっていうのはいいんですけども、現在みたいな小康状態をね持っているときっていうのは非常にね、このセルとかバイとかって言いにくいんですよ。で、それこそ1日ごとに上下が入れ替わるぐらいなんでね、ギッタンバッタンするわけなんですよ。まあ、ですんで、正確なロスカットラインと、あとはね、この前お話ししましたけども、レンジ戦略でいくのか、オプションブレイン戦略でいくのか、ブレイク戦略でいくのか、ね、ブレイクアウト戦略でいくのか、この辺をしっかりとミエリヘルつけていかないといけないですよね。まあ、差し当たって言えば、この前ちょっとブレイクしましたけども、今、大筋では、ね、動きがあんまりね、上下に激しくない、レンジオプションを引くのが妥当とかなんか思いますね。で、週足の方に行ってみましょうか。週足、どれだろう。これですかね。はい、週足になりました。週足は、ここでね、バイデンさんに代わってトレンドを見して、まあ、半値戻しぐらいをしたわけなんですけども、ここからまた上昇の方に向かっていきますよね。ですので、これからは、これがね、2つの仮説、収束に向かっていくような横ばい基調になるのか、それとも、これが上に向かってね、で、ここをブレイクするか、跳ね返るか、ブレイクするかという選択が、またここで訪れるかですね。まあ、この2つの見方ぐらいができるのかなと思います。それでは次はデイリーなんですけども、デイリーになってくるとぐっと身近になってきますよね。ヘッド&ショルダーのことはもう忘れましたけども、ぐっと上がっていって、あとはこれが
やっぱり若干ね、右肩上がりのような、こんな感じでね、フラッグを書くのかもしれないなってところですね。まあ、フラッグですね、これはね、どうやらね、フラッグなんで下に抜けるのか、それとも上に抜けるのかってところが、これから出入りは見物になってくるなってところですね。まあ、こういうふうにね、今仮説が立てられないんで、全体像を見ていく、確認する、これを繰り返すしかないですね。これもだから、この図面だけ見たら右肩上がりなんですけども、まあだからといってね、利益を取れるようなエントリーができるかどうかといったら、ちょっと自信がないですね。戦略が立たないですね、これはね。はい、ではこれはどうでしょうか。1時間足です。昨日はね、ドーンとブレイクアウトして横ばいになって、またね、上がったと思ったら戻ってきたところがあったんですけども、このちょっとした下落ってのはどう作用するのかなと。下落した分をそれよりも取り戻すように動いてくれるのか、それとも下落に押されてもうこの辺りは下がっていってしまうのか、まあ、それをちょっと見ていって次の考えにつなげていきたいかなと思います。今日はまあこのぐらいしか分かんないですね。特に皆さんのエントリーのヒントになるようなことは申し上げられません。今日ちょっとあれですよ、このまま下がっていくのか、それとも上昇するのか、まあちょっとあと5時間ぐらいは見ていかないと分かんないかなと思いますよね。明日なんとか仮説が立つようになったらいいんですけども、ちょっと今の状態だったら、上行ったり下行ったりよく分かんないってとこじゃないですか、これは。苦しいですね、非常に。ということでね、今月始まって、まあそうですね、いきなり楽になるってことはないです。5月の半ば頃から続いた、困難さが、まあ、引き継がれている状態ですね。まあ、こういう時こそ冷静に基本に忠実に上位足から見ていって、フォーメーションが当てはまるかどうかとかね、坂田号が当てはまるかどうかっていうのを見ていくしかないかなと思います。それでは本日は以上です。